これ燃料はガス缶持ってくればいいのかな。多分車系のないか。おお、いっぱいありそうだな。あ、やった、飲み物がいっぱいある。飲み物ここら辺やっていくか。よし。おおー、それポリスじゃないですか。ちょっと素手のパワーを見てみるか。あれ、リーチが短い。いいですね、いいですね。ワンツーワンツー、ほい、ステップ踏んで、ほい。そいつ硬いでしょ、防弾チョッキ着てるからな。お、いいですね、いいですね。やっぱ速いし、結構ノックバックするんですよね。あ、痛い、食らっちゃった。硬。よし、倒した。そして暗くなってきたぞ。またポリスゾンビか。あー、ハズマットゾンビも来た。やばいかな。あー、でもすごいすごい、強い強い。だいぶ効いてますよね、パンチ、これ。いかん。いい、いい感じ、いい感じ。よし、やった。で、タックルしよう。あ、いかん、タックルいかない。あー、あー、できないんだ、こいつには。オッケー。あー、いいですね、警棒持ってた。で、使うか。こっちの方が高いな。そこ、警察車両ありますよね。これ。あー、ペインキラーが。いか。まだいた？警棒、お、強っ！警棒強い。一撃、そしてショットガン来たな。警棒めちゃくちゃ強いじゃないですか。パトカーは？何も入ってない。あ、また爆発ゾンビ来たな。強っ！警棒強っ。めちゃくちゃ強い。近接上げたいですね。もう1レベル上げて。警棒いいじゃないですか。あー、ショットガン。9ミリの弾も来たな。あ、40口径とか来てる。そこにもショットガン？ショットガンいっぱいありますね。車を直すあれか。新しい車ないかな。あー、これ飲んじゃおう。ガソリンスタンドのお店がどっかあると思うんですよね。これデモ版の時、この辺りちょろっと見た気がするぞ。ここら辺、あー、これ、ここなんかデモ版の時来た記憶がある。あ、ロックされてる。割るか。来る？もうやったのかな。でもどんどん湧いてますよね、これゾンビ。あー、ご飯系しかなさそう。そこに缶があるけど。あ、水がいっぱいあるな。もうこのシートとか置いてくか。まあちょっとずつ戻ってもいいですけどね。おー、いっぱい入ってんな。ミルクとかすごいいっぱいあんな。ここは？あ、ここ入ってた。あ、ちょっと待って、挟まってる。そうね。当たり判定あるんですね。ここもなんかありますよね。開いてんのかな。あ、ロックかかってる。あ、こっちが開いてる。コインランドリーかな。なんか防弾、あ、アイテム湧いた今。
防弾チョッキみたいのが欲しいけど。また水のやつはあるけど、いや車修理するやつないですね。あ、切れた。なんだ、バッテリーはかなりの数あるんで。あ、嘘、これ全回復しないの。うわあ、そんなに回復しないんですね。このホームセンターの裏側行ってみましょうか。開けられないんだな。その上なんかありますね。上がれんのこれ。上がれんだこれ。ここいいじゃないですか。ゾンビこれなそう。ここもなかなかいいですね。なんか車を直したいんですけど。はい。このまま徒歩で戻るか、荷物置いてこよう。で、車を。あれするしかないですね。車のものも地道に移動させるか。うわ、動かないですよね、それ。動くのかな？一応動くのか。もしかして動くの？あ、動くぞ、一応。めちゃくちゃ低速だけど、動くは動きますね。あ、よかったよかった。なんだ、動くのか。これで戻ろう、一度。頑張って。これ爆発したら大変なの。そこ危ないですね。これなんかパーツを変えればいいのか。車自体の耐久値はそこまで減ってない気がするな。ここ行けんの？ちょっと待って、どういう状態なのこれ。いや、結構いってるな。コンディション最悪ですもんね。パーツは全部生きてるかな。やっぱどっかで探すしかないですね。燃料も、あ、ガソリンを入れられんのかな。ここはどこだ。待って待って。あ、ハンティングライフルがあった。クロスボウのボルトもあります。あ、リペアキット来た。奇跡。奇跡が起きた。よし、リペアキット来ましたね。これで、リペア。どんぐらい？おーおーよかった。あとは燃料を、さっきのガソリンスタンド入れられると思うんだけどな。よかったですね。車から出るんだな。とりあえずこれで移動しましょうか。ガソリンがないですからね。ガス欠になっちゃうと思うんですよね。あ、で、ここですね。確か。帰ってきた。うん、近いからそれ徒歩で行ってもいいな。あー、我が家ですね。よかったよかった。無事帰ってこれて。なんかスクリュードライバーが多すぎる。ああ、来た来た、ハズマット来た、やばここはダメ。しかも武器取れてない。ハンドガン。逆にハズマットを爆発させて、爆発しないのか。爆発して、ハズマット。それでゾンビを一網打尽にしたい。ああ、ピストルの弾もそんなないぞ。爆発しろ。ダメ。おい、ああやばいな、警棒か。ライト消えた。ちょっと
バッテリー切れ、バッテリー、そんな足は速くないから、この時時間止まってないですもんね。ちゃんと日記、はい、よし、 OK、 やれる。4日目ですね。暗すぎる。OK、 ゲーボッツ、 OKOK、 いけ。いや、増えてくんだな、こいつ。硬いな。どうやったら爆発するの。あ、今爆発した。綺麗。めちゃくちゃド派手だな、その爆発。いいですね、爆発の仕方が。ああ、水もらえた。背中を殴った時にやっぱ爆発するっぽいですね。バッテリー切れる、大変だな。うまいことその爆発させて、こうゾンビを一気に倒したいんですけどね、なかなかうまくいかなかった。ピストルはいい感じだったな、なかなか使える。雨水を貯める装置とか作りたいですよね。あ、これこれ、ここレインキャッチャーじゃないですか、これ。キャッチレイン来た、これ絶対必須でしょ。おー、あー、これこれ、こういうのが欲しいんですよね。だからこういうのだと一気に拠点っぽくなるんで、ここ OK、 うん、これ作れる。飲み物はほんとすぐ喉乾いちゃいますからね。おお、完成した。よし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 、これ系だな。え、ここにボトルを入れればいいのかな。缶、缶、空き缶とかここで使うのか、多分そういうことですよね。あと焚き火もやっぱりまた必要ですよね。はい、オッケー。これマッチいっぱいあるかな。マッチがあればいくらでもできそう。うん、ちょっとずつ拠点っぽくなってきましたね。スポーンポイントあった。ちょっと待って、スポーンポイント重要ですね、めちゃくちゃ。この標識がスポーンポイントなんですね。ね、この辺りでスポーン。謎ですけどね、これ。なんでこれがスポーンポイントなの？はい。これでスポーンできんの？アセットリスポーンポイント。できた、これ。まあ、あ、来たかも。ちょうどゾンビ来たかも。そこダメ、そこダメ、こっちこっち、拠点内ダメ。あー、いっぱい来た、いっぱい来たぞ。爆発させたいな。いい感じに後ろ向いてますね。ショットガンだとやれるかな。バカしろ。ナイスすぎる。よーし、よかった、いけましたね。ナイス爆発、だいぶ節約できた。なるほど、ショットこ、ショットガンだとやっぱ弾がばらけるんでいけますね。気持ちいいですね。あれはめちゃくちゃ気持ちいい。あ、これでだいぶお手軽にゾンビ倒せるな。あとはここら辺ですよね。やっぱりワークベンチ作ってもいいかもしれないな。何が作れるか。ああ、もういけますね。ワークベンチ作っちゃうか。ああ、出てきた。こういうのって中、あ、中置けるんだ。あ、ここに置きましょうか、ワークベンチ。はい。必要な素材がきっと、スクラップとネイルか。まあ、ちょっと周り探索もしたいですけどね。車使わずにちょっと徒歩で資源
か。集めに行ってもいいかもしれないな。ゴミとかすごい溜まってく気がするんですけど、あと周り見に行きましょうか。ここら辺車解体してもいいですけどね。ここにもなんかまだ物が残ってた気がするな。あ、もうなんか新しいアイテムがリスポーンしてるっぽいな。かなり早いですね、脇が。これって下は降りれんの？ん？あ、川があるのか。これでこっから先行けないのか。これって組めんのかな？浮いてるけど。死にそうだな、突然。あ、でもまだ、行けそう？こういう時に、5番で、あー。これ水は汲めんのかな、ここで。だとするとめちゃくちゃいいですよね。あー、やっぱでもこれが境目になってるっぽいですね。ここはいけなさそう、さすがに。これが前行った、あれですよね。ホームセンターみたいなところか。こっち側も集落があるんだな。まず一度戻って。あ、雪降ってきた。やっぱまだ冬なんですね、これ。スクリュードライバーで解体しよう。大変だけど。あ、行けましたね。メタルシートとスクラップメタル。完成するかな。あ、行けましたね。よし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 。ワークベンチが完成と、おー、いいじゃないですか。どう、何が作れんのこれで。ん？あ、これがもういけんのか。あー、いいですね。弓矢とか、ファイヤーアロー。あー、ファイヤーアロー良さそうだな。これあったな。ファイヤーアロー作りたいな。お！メタルカリバー。これも作れそうだな。あ、めちゃくちゃ作れる。ロックピックとか、ネイルも作れるんだ。あ、スクラップがかなり重要かも。有刺鉄線。ガンリペア。あ、車のリペアももしかしてある。お、ある。バッテリーがあればいけるんだ。あとギアか。有刺鉄線巻いたバットとか。釘バットもいけますね。バット持ってなかったか。あ、ロープはやっぱファイバーからいけるのか。あー、火炎瓶もありますね。ファイヤーアロー良さそうだけどな。ちょっと炎の矢を作ろう。ファイヤーアロー。はい。お、5本できるんだ。どっちが、あー、なんかいるいるいる、ちょうど来た。タイミング測ったかのようにちょうど来ましたね。矢の切り替えはどうすんだこれ。あ、これかな。炎の弓使いたいんですけどね。 OK OK。 弓強いですよね。弾数もすぐ補充できるし、基本弓でいいかもしれないな。あー、いっぱい来た。爆発ゾンビとかは来ないの今回。一回、ロードするとリセットされるのかな。あ、生きてる。硬いな。OK。OK。炎の矢の使い方がわかんない。切り替えの仕方がよくわかんないんですけど。どう切り替えんのこれ。はい。炎の矢使いたいんですけど。特に書いてないですね。あれか。ピッケルで石取れるかやってみるか。普通に武器としても強そうだけど。普通の石の鉱脈はないのこれ。すごい音がするけど、木じゃないですよね、これ。はあ。あー。石炭だ。石炭なんですね。石ころは、何で取んの？こういうのもピッケルの方が早そうだけど。
でもやっぱ耐久値がもったいないな。これだったらドライバーの方が絶対いいですね。お墓は、あ、お墓墓荒らしできるみたいですね。ショベルあれば。なるほど。墓荒らしなんかいいのありそうだけど。あーあーああ、来てる。来てる来てる来てる。ハズマット来てる。爆破させるか。いい位置にいるんですけどね。難しいな。もっと来るんじゃないかな。なかなか横向いてくれないですね。よいしょ。ダメ。看板、拳銃は、拳銃はちょっと難しいか。あ、待って、落としちゃった、ショットガン。あ、リロード。あー、待って待って、ショットガンそこ落ちてる。あー、危ない危ない。避けれたの今の。やっちゃった。いけるでやる。いける、もったいないですけどね。お、なんか実績アンロックした。弓強いな。弓めちゃくちゃ強いかも。あー、でもロックピックとまたこれだな。火炎瓶欲しいかも。その包帯みたいのが量産できるんだったら火炎瓶やってもいいな。